酒師の資格を取った私が利き酒に挑戦しようと思います。5種類の日本酒を用意しました、はい、酒飲み、わかんない、本当にわかんない、タツリキです。やった、勝った。というわけで佐々木プロデビュー戦合格です。ありがとうございます。チーム Y。 あー、よかった。私もやりたい。やる、やってみようか。ちょっと簡易的な簡単なやつ、やりましょうやりましょう。ちょっとね、さっさっさ、ではではでは、ではでは、あやさちゃんの挑戦、エキシビジョンやらせてください。やってみましょう。行きましょう行きましょう。はい。どうですか。あー。入れときますか。ちょっと全部少ないな。1個でも当てたいですね。当てられると思う。いける。分かりやすいよ、月の輪。月の輪だけでも当てたい。うん、チーム愛。はいはいはい。いけますか。はい、いけます。では、混合。はい。お願いします。混ぜ混ぜたい。混合タイム開始です。待ってます。いきます。はい、ほい、できました。はいはい、ではではです、ね、はい、いざ酒飲み。あ、でもいざこう言われる側になるとめっちゃ面白い。はいはいはい、色とかね、やっぱちょ少ないとこう分かりにくい。そうですね。振りがいいですね。はい、決まりましたか。決まりました。それでは、はい、ファイナルアンサー。アンサーでは、自信があるのはどこら辺なんですか。これです、真っ先に。え、これなんなら飲まずに決めてませんでした。はい、わかるんですか。オーラでね、わかるんですよ。オーラ、はい、日本酒のオーラで、はい、来るとすごいな。オーラですか。じゃあ、では、はい、見ますね。こちらは万作の花です。おお、やりました、やりましたわ。オーラで、オーラで、これ、はい、でかいの、まあ、黄色い、黄色かったです。あー、確かに少なくても分かる黄色さ。一番黄色かったなっていうようですね、インプットで。では続いては、ダッサイです。ダッサイ、自信あり。あります。やっぱ透明オーラ、透明のオーラが出て、透明のオーラが出ていると。見ていきましょう。あれ、わかりやすいって噂の月の輪。めちゃめちゃわかりやすい。月の輪の香りです。なるほど、うん、惜しかったですね。惜しかった、隣だったから惜しいです。あ、もうオーラで見てんだ、やっぱりオーラ混ざっちゃったんかな。じゃあ隣にいたからね、ずっといたの。じゃあそんな月の輪は、はい、何でしょう。どっそいだ、ほら、ここは逆、隣だからね、間違っちゃうんですよね。なんで決めてましたよね、でも。はい、そうか、そうなんだ。そうですね。じゃあここ、ここがね、殺力か雪の豪舎か、どうでしょう、はい、雪の豪舎か、はい、これは分かるんじゃないですか、ね、好きなもの。雪の豪舎です。おお、
やっぱりね、好きな味好きなので、ね、やっぱ当てるといいですね。ということは2つ引き、おお、優秀ですね。めちゃめちゃ優秀です、優秀ですね。それは私の1回目の記録とほ一緒です。一箇所交換しかもでもこれが簡単だったじゃないですか先生。はい、簡単でしたよ。ってなるとやっぱ先生の方が合ってるんですよ。私はまぐれでなんかまぐれなんですよ。本当のその酒師を持ってる方はそんな間違いするわけない間違いをしてるんです。多分月の後達成は間違えることないと思う。そうなんですよ。ちょっとやっぱりまだまだです。いや楽しいですね。でも私オーラまで見えないんで。酒オーラは、ね、オーラすごい、うん、いやでも満足の花ちょっと飲んでみてすごいわかりやすい味してる。お、うん、改めて飲むと、うん、あれ、あ、食ってくるね。食って言われてみればクッとしてます。これが辛口ということです。ああ、なるほど。確かに辛いような気がしますね。声優三姉妹チームY。いやー面白いですね。面白いね。奥深い。奥深いです。楽しい回でした。楽しかった。よかった、はい。ぜひ皆さんも、うん、あの酒屋さんでこういうサイズのを買って試してみて、ね、やってみてください。もっともっとこのサイズもねいっぱいあるんで、うん、本当飲みやすくていいのよこのサイズ。確かに1合瓶気軽にできていいですね。ですよ。嬉しい、楽しい回でした。飲みすぎには注意ね。嫌ですね。花粉の時期ですからね。